国 MC バトル、そして全国 MC バトルコラボを始めたいと思います。第1試合目です。先攻ベンディ高校2名ステージの方へ。先攻がベンディ、高校が2名でございます。こちら上がってくるベンディは群馬県の桐生市からやっておりました。ベンディ早速間違えてます。逆です。こちらが先攻でございます。こちらが高校でございます。先方がベンディでございます。若干17歳。そしてこちら皆様知ってる方も多いと思います、 MC のミメ京都からやってきてくれました、この2人で MC バトルやっていただきます、はい、8小節3本になります。8小節3本です。まずはビートを聞きたいと思います。この2人の試合のビートはこれだ。小説になります。はい、OK、これでいきたいと思います。さあ、それでは、はい、第1試合目ですので全員参加型ということで、僕がレディーといったら皆さんのファイで始めたいと思います。参加してください。それではいきましょう。先攻ベンディ、高校2名、8小節3本いきましょう。レディー。群馬の俺が1回戦ってことは、わっざやまびと調子はどうだ。内科さんもらいまして、この技は響かすとは夢詰まった言霊だ。元な姫リスペクトだけど、この場では群馬沈めるぞ。群馬の中では俺がヤバい、ベンディにあげる客お目が高いかも。こいつが勝っても取れなかないかも。マジでガキで声が高い、ザコに俺は負けない。気づきゃ俺も大人、調子どうだ。内科さんと真似するぐらいならこれぐらいやらなあかんって、若いんやから頑張れよ。確か暴走族かなんかの投稿対象なんやろ、気合見してくれって。いや、投稿対象じゃないのに言ってることがつまらないから、くれないから、ピッチリ引いてる、言ってることは。いや、姫ちゃん終わった、調子どうだ、葬儀場所調子はどう、調味タコだな。いや、群馬声が高いからやりたいことだけやってる。まさ、姫さん顔面ハンサムボイ、引き殺すよ、セルシオ305。いや、ごめん、俺ヤンキーじゃないからあんま分からんけど、お前が車を運転したところでラッパーでマイク持つんやったらビートの乗り方下手くそやね。へえ、早口やるだけじゃつまんない、便利なんかスタバのサイズみたいな名前しやがって。クラマスラリアット、スキルの甘さ、キャラメルマキアート。スタバのサイズと同じぐらい夢がでかいんだよ、マジ分かってねえな。俺は抱いてるチャンピオンベルト、ドリームとディックはでかくてなんぼ。いや、俺が背を着たかった、ドラッグに乗り、陸上じゃないけど俺も回ってハンドル、ストークをドリフトを決める。ベンティぐらいでかいって片手のサイズの夢やんけそれ。全然もう手のひらサイズの夢じゃ全然お前に合わそう、負けないよ。チャンピオンベルトうまくまとめてみろ、8小節を。終了。めちゃめちゃレベルが来てびっくりしました。ただ判定皆さんの好みで決めてください。どっちが良かったか一発で決めたいと思います。いきましょう。先攻ベンディ、高校2名、勝者2名、ベンディにもお客しよう。あ、じゃあ2名マイクを入れてください。ベンディ、じゃあ一言マイクもらって、よかったら一言言ってってください。強いっすね、負けちゃった。いや、こっからもね、イケてる MC たちがみんな控えてるんで、もう一回調子聞いていいですか。山人音楽祭、調子はどう。いいね、バトルより声出た顔。はい、ベンディありがとうございました。ベンディまだ若干17歳ということで、群馬県から唯一高校生ラップ選手権を通った男でございます。皆さんよかったらこの後チェックしてください。ありがとうございました。勝者2名です。続いての試合いきましょう。先攻ポポ、高校シャミスステージの方に。先攻がポポ、高校がシャミス、ステージの方についてください。ビートは先ほどと変わりません。8小節3本で戦っていただきたいと思います。それでは早速いきたいと思います。今度はレディーファイは私で言わせていただきます。それではいきましょう。先攻ポポ、高校シャミス、8小節3本、レディーファイ。調子はええよ、下よりファイよ、相手は基礎ガッキー、耐えるのガッキー、俺レペゼンションガッキー、バイクがしょっぱい、決めんぜしょっぱいことは言うな、俺は地下の地下、そこからやってきたんだ。皆さんおいし
これ難しいですね。皆さんの好みで決めてください。勝った方に声と判定ください。いきましょう。先攻ポンポン、後攻シャミス。もう一回いきます。先攻ポンポン、後攻シャミス。勝者ポンポン。シャミスにも大きな拍手をしてください。シャミス一言、よかったら一言、よかったら一言。ありがとうございました。シャミスって言います。今日は、物販持ってきてて CD とステッカー売ってるので、ちょっとでも気になった人は話したり写真撮りに来るだけでも、よかったら物販遊びに来てください。それと先週、ミュージックビデオを出して、来週また曲をリリースするので、インスタとかツイッターとかチェックしてくれたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうシャミス。高校生ラップ選手権で優勝したことがある便利が目標になるような MC でした。ちょっと、先ほどの入りだったんですが、終わった後にそちらで MC 全員が物販を行いますので、よかったら皆さん見に来てください。ありがとうございました。続いての試合いきたいと思います。アルマジロ VS MC ニガリステージの方に、アルマジロ VS MC ニガリ赤い稲妻ステージの方に、こちらアルマジロ奥が MC ニガリになります。さあこの MC 今でも高校生ラップ選手権上がり、そしてアルマジロはこの群馬を担ってくれる若手、いや中堅ですかね。先攻高校は決まっております。8小節3本です。ここからビートが変わります。ビートを聞きましょう。オールドマスタービートはどれだ。いいいいほう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 、それでは先攻がアルマジロ、後攻が MC ニガリ、発祥戦3本です。いきましょう。レディーファイト。俺が誰かの兄貴のリーチャルペーポン、山人音楽祭超スクワットなんすか。意外と上がらなかった、ちょっと寂しいかもしれない。ニガリやり合おうぜ、死なない仲じゃないからさ、マイク1分あれば言葉を交わせる。なんて素敵な音楽フェスなんでしょう。なんて素敵な音楽フェスなんでしょう。ここからさらにヤバい MC も出てくる無駄です。これは文化で山人と繋がった群馬県。俺も長野の田舎もかも、みんなのおでこでもっと今さら調子なんて聞くまでもなく、 Too hot と too much な話はいらねえだろう。楽しくなってすぎてまたフェスだから歌っちゃう前に、俺も誰どれそうかも抜き足差し足の悔しい。距離も酒飲んで自撮りやし、また楽しくなってくる感覚、これがバカルイガリ、お前とのセッション楽しみにしてたんだよね。俺も今日は楽しみにしすぎて、前日は俺眠れなかった、まるで遠足の前、そのせいで自撮り足下がってる日の光。でも今日はまた曇り空なら、もくもくスモーキン調子が出てきた、そんな感覚さ、この自然のリズムに合わせてぶっ飛ぼうぜ。ブリブリ距離のベロベロ、俺も楽しくなってきた、ディキューてるのにまた赤目、帰った後俺のことちゃんと覚えてんのかね。まあいいや、そんな感じ、音に乗せれば楽しくなってくる。難しいけどね、かましてることいや、yeah, 難しいけど、それでじっくり話してるところ、そう、これが大自然が俺たちに与えてる試練だと思って乗りこなす。試練は決して乗り越えられる人間以外には与えられない。もちろん覚えてるぜ、ニガリとアルマジロ、長野と群馬ヤバいっつ MC 終了。めちゃくちゃ大変なビート、よく2人乗りこなしましたね。すいません、ちょっとビート変えますか、次は。でもこの試合は終わりましたので判定決めたいと思います。どちらの方が良かったか、いきたいと思います。先攻アルマジロ、後攻ニガリ、勝者ニガリ、2人大きな拍手をしてください。アルマジロさん、じゃあ一言。10月20日に41 MC バトルの強いやつを決める UMB ってイベントがあるんですけど、それを高崎のウォールってところで10月20日に、よかったらあれで遊びに来てください。今日の夜も僕朝方なんですけど、3時過ぎぐらいからその高崎ウォールでライブするんで、もしよかったらお願いします。ありがとうございました。はい、アルマジロお疲れ様でした。はい、それでは続いての試合いきたいと思います。
先攻小池義則、後攻マーカーステージの方に。先攻が小池義則、こちら先攻になります。後攻マーカー、こちらの方になります。言わずと知れた群馬県が生んだベテラン小池義則、そして戦国の司会もやりながらレゲディジをやるマーカー、共に群馬の湯でございます。勝負しますか。イエーイ。さあ、それでは行きたいと思います。ビートは変わりません。先ほどのビートで8小節3本です。行きましょう。先攻が小池義則、後攻がマカ、8小節3本、レディー、ファイト。やーマカとやるのが楽しみになってたステージの後ろの方に集まってりゃいつもの通りやっちまうよ小池義則。山人スタイルなんで叩き上げでどうにかやりきりました。行くしかない、行くしかないでしょ。はい、一回ビート出るかどうか聞きましょう。あれみんな知ってんのかなこのビート、知ってんのかなこのビート。このビートで行いたいと思います。今を取り出すクリーピーナッツの曲でございます。さあ、これでいきたいと思います。それでは呼び込みたいと思います。先攻ピラフ星人、後攻アマテラスステージの方に。先攻がピラフ星人、後攻がアマテラスステージの方に。さあ、ビートは先ほどの、はい、合法的な飛び方の勧めでございます。8小節は3本で変わりはございません。それではいきたいと思います。先攻がピラフ星人、高校がアマテラス、発祥節3番です。行きましょう。レディーファイト。群馬の人調子はそう、俺盛り上げるロックフェス、あと振られた彼女のトークです。 Yeah!
高校アマテラス勝者ピラクセージアマテラス、何かありますか。アマちゃん、アマちゃんどうぞ。ちょっと MC バトルってものを初めて参加してみてですね、嘘つけお前、こういうフェスで初めてマイクを握らせてもらってすごくいい経験ができて、ちょっとこれからどん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  MC バトルに出ていこうと思うんで応援よろしくお願いします。皆さん、アマテラスは MC バトル100回以上やってます。なんなら今日101回目だと思います。でもスペースでやるのは初めてかな。2人ともありがとうございました。さあそれでは皆さん、そろそろラストの試合になります。1回戦最後の試合です。この試合で大いに盛り上がってください。ビートは変わりませんが呼び込みたいと思います。先行がドタマここ相川ひとみ、ステージの上に先行がドタマここが相川ひとみです。ドタマと相川ひとみさん、これはもうほとんど見ることはできませんね。なぜなら相川ひとみさんが MC バトルに出ることがないからです。そしてドタマさんが人間に山見た MC バトル初でございます。はい、この2人で戦っていただきたいと思います。ビートは変わらず合法的な飛び方の勧めです。このまま行きたいと思います。お二人ともよろしいですか。よろしいですか。行きたいと思います。先行がドタマ、後攻が相川ひとみ、発祥節サンド、レディーファイト。鬼焼き妖精最終試合、あなたは好意見、好意見よ、好意見、俺マイク持てば上機嫌になる。俺群馬ロックフェスのこのチャンスを無人ステージにライブやらせてもらったことあるから今日負けられねえわ。あなたがシンガーソングライター、スキルはソングライター、まあ、声が聞こえねえし、相川さん俺の世代で相川って言ったら相川欽也しかいねえんだよ。相川欽也なるほどザワールド見せてみろよ覚悟。私の世界では ライカさん、ちょっとだけお話お伺いできたらと思います。本当にありがとうございました。楽しんでってください。ライカさん、MC バトルこれ初挑戦ですよね。初めてです。相手が超強敵でしたけど。そうですね、楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。そうです。あとは相川七瀬が世代っていうのはどちらかというとお母さんの世代が近いですか。もう大好きなんで。あ、そうですか、はい、よかったです。じゃあ相川ひとみさん、ありがとうございました。さあということで、皆さん1回戦の MC にもう一度大きな拍手を送ってください。全員に、ここから残りがもう少ない試合になりますが、ここからの続いての試合を行いたいと思います。じゃあそれでは続きましていきたいと思います。参りますって言っちゃいました。行きたいと思います。先行ポポ、高校 MC にがりステージの方に、先行が MC、 あ、ポポ、ここが MC にがり駅赤い稲妻です。あ、ポポのファンいますね。はい、これ、あ、ごめんなさい、先行後攻じゃない、これじゃんけんでした。じゃんけんで決めたいと思います。はい、じゃあ2人ともじゃんけんいきましょう。最初はグーじゃんけんぽい、ポポの勝ちです。どうします、後攻で。では先行が MC にがりマイクを持ってください。そちらで、はい、でポポさんこちらでございます。はい、さあそれではいきたいと思います。ビートが、なんだなんだ、後攻か、腰抜けが、いいと思います。ビートを聞きましょう。戦ってもらうビートはこれだ。やい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 や、うらー、はい、ナイスビート。このビートでいきたいと思います。先行が MC にがり、後攻がポポ、8小節3本です。いきましょう、レディーファイト。最近やってなくない、運動量がほら足りてなくない、皆さん知ってる
俺には全く意味がわからん。ファッカー筋トレの前に聞き取れるラップやってんのはどっち。俺は俺のボーグやばいフラッピー。こいつはヘタッピー。俺のガキ足りないのガキだから、どんなに落としてた時どいてない。だってなしないぜ、ええかげんな言葉。いや、せっかく俺がヒッキーの話を振ってあげたのに、そこをやってきてくださいよ。それができない時点で、いや、2人で作ろうと思ってるグループぶっ壊してんのはそっち。あとラップが聞き取れてもしょうもないこと言ってんのもそっち。俺が MC にがいるなら、ライミングが弾き出すコーチ。あい、しょうもないことも言うのが人生。こいつ言ってることほんまに実践。だから人生一度だろ、ヒッキーお前からやってかれろ。前負けとんねん、抜けるとんねん、この先は一体どうで。あとは俺は優勝のビス飲んで、みんなの調子はどうで。気合と根性の第一回で、俺はぶっかけのライミングがして、まるで死がなる山本美、そびえる妙義の戸山のごとし。ここで教えてやるぜ、群馬県と苦り長野県のシートオリジナルブレンド、ポポ妙義の谷を聞けるぞ。そんなに言うなら一気になりますわ。わかる？ヒップホップキッドでわかる？英語で言ったら You know、 こいつ無能、俺 You know。 だからずっとやるぜ、この場に集合したお前らにピッチアップ。終了。すごい大会です。さあ、それでは判定いきたいと思います。いきましょう。先攻 MC にがり、後攻ポポ。勝者 MC にがり、2人でお気楽しみてください。はい、ポポさん一言じゃあもらえますか。いいですか。後で覚えとけよ。でもマイク使って言ってもらっていいですか。どうぞどうぞどうぞ。何ですか。すいません、時間ないので短くまとめていただける。じゃあ最後この人に髪の毛入る飛行ついていきますんで。お前たちはもう山人音楽祭を楽しんで、ありがとうございました。遊びましょう。お疲れ様でした。遠くの方、決して小学生1年生の帽子をかぶってるわけではございませんので、はい、間違い申し上げました、すいません。さあ、続いての試合いきましょう。時間なくなるんでね、いきましょう。ピラフ星人 VS ドタマー選手の方に。ピラフ星人 VS ドタマー、いい試合でございます。先攻後攻のじゃんけんで先攻後攻を決めたいと思います。いきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。ここで、じゃあ先攻ドタマさん向こうですね。あちらです、あちらです。後攻がピラフさん、こちらです。はい、ビートは変わりますね。先ほどのビートでいきたいと思います。それでは2回戦です。8小節3本、先攻がドタマ、後攻がピラフ星人です。8小節3本いきましょう。レディーファイト。赤城春菜、ここが妙義、俺が見せるぜ技の妙義。みんなを楽しませに来てるぜ妙義さん、まあ、この3つの中でも一番低いところから、俺とピラフで打ち上げていこうや。群馬の三角地帯出来上がりました。ピラフの断殺地帯、断殺地帯、こいつでワクワク全くしない、前で詰まってる肝玉、もう一回言う、こいつ肝の玉、あは、こいつと何回目、2回目。いや、あの後も動画撮ってくれてありがとうございます。年末はドタマさんのイベントで俺もライブするから、みんなチェックしてくれよ。1段目でネタを詰め込んだ後、適当な即興2段目からやるピラフ星人さん、おはようございます。そのおかげで人気者になってるみたいだから、俺は余裕でオーバーキルできるみたいで、弱い者いじめじゃない、これが北関東のやり方、俺はアリババ。ちょっと混ぜてる、そして即興やったらつまんないって若手に言うしか脳がない、おじさんになっちゃってる。前のバトルだってそう、いや俺がバトル何をやったって俺の TikTok の動画のアンサーしかしてくれなかったじゃないですか。あとその T シャツは俺も買って今着てますわ。俺さ、シャミスとかリベラルとか面白い即興する若手にはちゃんと言ってるんだよ。俺を老害扱いしてんじゃねえよ兄弟、お前もいずれこうなるんだよ、一生涯これにかけてんだよ。群馬ロックから進化したこのフェスをあげる。いや俺もこうなるんだよって絶対なりたくねえからね。俺はならねえ、バトルもうちょいで引退するから老害にならねえ。
だけど俺バトルめっちゃ大好き、ずっと出てて強え、あんたマジで尊敬、未だにずっと最低だって保ってる。だけど今日は俺が勝ち上がるよ。終了。いいバトルでした。判定いきたいと思います。先行ドタマ、後攻ピラフ星人、はい、少々ドタマ2人にお気楽しってください。ピラフさんじゃあ一言いただいていいですか。はい、あの僕はティーナス君と曲を作るのが夢なんで TikTok とかインスタフォローして応援してください。ありがとうございました。はい、ピラフさんありがとうございました。ピラフさん群馬に来たの初めて、ありがとうございました。皆さんなかなか見れないピラフ星人バトル引退らしいんでね、残念ですけれども、さあここで勝ち上がったのはニガリ、そして MC ドタマです。さあここから2回戦残りの後半戦を行いたいと思います。はい、あ、ごめんなさい、先ほどのトーナメントはですね2回戦になって準決勝です。ここからがいきたいと思います。それでは続いての試合です。準決勝第1試合、未明 VS MC にがりステージの方に、未明 VS MC にがり、先行ここはじゃんけんで決めますので、はい、じゃあにがりさんステージの方に伝統で申し訳ありませんがいきたいと思います。最初はグー、じゃんけんほい、はい、こうでしょ、高校じゃない、後攻めでお願いします。それは高校と言うんです。さあそれでは先攻高校立ち位置決めたいと思います。後攻めって。さあそれではビートが変わります。この試合のビートはこれだ。準決勝8小節3問です。先攻がミネ、後攻が MC にがり、勝った方は決勝です。いきましょう。レディー、ファイト。ミネ、あんたは長野の田舎っぺ、俺は京都からここまでの街に来て、さあ、ぶち上げていく北関東、そろそろ本気のギアサードから始めるさなか、俺ルフィみたいに勝利クビーなんでもいいけど、これにがりくんの歌もビートっすよね。 MC バトルで本人流れの珍しい、珍しすぎるとはそれは俺も思ってるから、こいつは何も間違ったことを言ってない、でも珍しすぎると言っただけでそれ以上のことも何も言っちゃない、そんなのはいらない、ここで俺の一発で終わらす、みんなの田舎って信州市の田舎町の寺の口からやってきてたダンス未明の寺の口、はい、でも俺の寺の口、にがりを料理するここがヘルズキッチンになるくらい、俺が何も言っちゃないってことぐらいしかこいつも言っちゃないよ、マジで別にそれでいいじゃないと思うぐらいラフな関係値が俺と MC バトルにはできない、途中参加俺の戦闘力53万、いやでも人みたいな状況に陥ってんの、それでいいじゃないとか言ってたらこの世界何も変わらない、当たり障りないことしか言わない、こいつのラップじゃ俺は全く持って食らわない、こいつにはサンスレスが足りてない、京都ならポコみたいにヒッピーもほらやってみなさい、それが足りない、お前の細い体筋肉もないし喧嘩も負けちゃうし、お前らみたいになんか強いことこそできないけど、マイク握ったら最強なのが俺って言ってることがありきたりと言うなら、あんたの考えに俺も食らわない、俺がホームランぶっ飛ばす生涯さながら俺翔平大谷、よ俺のマイク手の点火取りしか興味がない、生まれてこの方喧嘩はしたことがない、何もやりたいと思わない、筋肉はない、全肉の鎧で覆われたこのスタイル、よだけどこいつマイクを持てば最強とか言ってるけど、俺は最弱な時もあれば最強な時もある、今日はどっち、アイノーユノー、お前らがよく知ってんだろうバカ野郎。終了。さあそれでは勝った方が決勝です。好みで決めてください。いきましょう。先攻未明、後攻にがり。おっとガジロマイクステージの方に来てもらって見てもらってもいいですか。見れるかなこれで。いきますよ。先攻未明、後攻にがり、勝者にがり。未明にもお着手。はい、じゃあにスペシャル決めた。じゃあミネさん、ちょっとステージの方でお願いいたします。ありがとうございました。
なんか物販あるみたいなのでよかったらあれでしょ。すっごいちょっとしか喋らない、2名が今言ったことを訳しますと、ありがとうございました、物販あるんでよろしくだそうです。そちらの方2名ほとんど見えなかったですよね、これでね。はい、物販の方に会いに行ってください。ありがとうございました。先に決勝を決めたのは MC にがりです。その後の決勝を決めたいと思います。続いての試合はマカ VS ドタマステージの方に、マカ VS ドタマでございます。さあ、それでは先攻後攻のじゃんけんいきたいと思います。ここでじゃあ先攻がマカ、後攻ドタマです。立ち位置チェンジです。ビートは変わりません。先ほどの真っ向勝負でいきたいと思います。勝った方が決勝のにがりと当たります。それでは先攻がマカ、後攻がドタマ、8小節3本です。いきたいと思います。レディーファイト。何回目のドタマと当たる、わからないけどこの場を耐える、ララ見て見て DJ やがやがよ、いい感じで遊んでやがよ、ヤマビコが耐えてくるほどヤマビコの声援は肌、遊びながら先輩を超えろ、都市に対決見ちゃいてくれな、先輩こいつ言ってるけど今年の2月に君俺に勝ってるから限界超え、もうすでにしてるじゃないか、天城越えより高え高え、赤城の山をみんなで越えようぜ、でもマカ君も足利俺も佐渡市毎面両門戦、両門戦からやってきたこの即興性、高校生の頃からやってんだよ訪問性、クリティカルストームじゃなくファルで俺赤城超えてる、赤城はこれ意味しながりドリフドリフドリフしてやりゃなき先輩お客さんは最年じゃない、サタコメまたラップするだけど俺がゲストで呼ばれてんだよ、まあいいけどな、ロックフェス、ヒップホップ、レゲエ、なんでもありだ、みんなで混ざり合おうぜ、そして一緒に遊ぼうぜ、狙ってるわがいつでもサイロン、本物は呼ばれないアイドル、ブーコクバドリバッドアイラン、バックで全員手を上げ、ウィナーパッパッ、ジャスト君はバタバタと言わ、この扉開けてお兄さん、僕やわがまに手を伸び、してみた喉を痛める気がするけどな、ちょっと喉に悪いからやめた方がいいと思うよ、あと胃も痛めるから包帯さん紹介します、ここは前橋の県庁所在地、俺はイケてるビートがあれば戦闘開始、だからガンガン上に上がっていくぜ、そう群馬県鶴の舞うところで俺も舞うぜ。さあ判定いきたいと思います。決勝に行くのはどちらでしょう。先攻マカ、後攻の玉、それではじゃあマカさん、じゃあここは来たこともらえたらと思います。ありがとうございます。実は僕今日朝7時までクラブでパーティーして飲んでました。あの皆さんと同じぐらいでもお酒飲んで楽しいのと、2週間前からちょっと肺に穴が開いてて、あの本気のバースをするとむせちゃうんですけど、すっげえいいバトルできて楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。マカさん、肺に穴開いててあれに太い声出るんです、びっくりでした。さあ皆さんありがとうございました。あっという間のラスト、これで決勝戦いきたいと思います。決勝に上がった2人を呼びたいと思います。 MC にがり VS ドタマステージの方に、はい、さあこれで決勝になります。8小節が4本でございます。この2人が決勝となります。それではてっぺんを取るじゃんけんをお願いいたします。ここでじゃあ先攻が MC にがり、後攻がドタマです。山人 MC バトル×戦国 MC バトル、いよいよラストのクライマックスでございます。こちらが決勝でございます。皆さんチャンピオン決める準備できてますか。それでは、最後のビートはこちらになります。ビートを聞いてみましょう。アウトマスター、ナイスビート、ヤコセポッセからのビートでございます。
さあ、それでは先行が MC にがり、後攻がドタマ、決勝は8小節4本で行いたいと思います。バチバチにやり合っていただきましょう。それでは最初と一緒で最後も皆さんと決めますので、レディーと言ったらファイでお願いいたします。それでは決勝行きたいと思います。先行 MC にがり、後攻ドタマ、レディー。はっきりしてくれよとか揚げ足を取るけど、そこら辺は帳消し。俺らはラップ盛り上がっていけよ、おい群馬全員。そうだね、このグリーンドーム前橋楽しめよ、フリートークじゃなくて喋ってるように見せかけてちゃんとオンザビート。どんだけぶっ飛びるんだよ群馬の旅。結局昼か夜かどっかでもない、そのグレーゾーン今日の曇り空みたいな状態。どんな心の落ちどころ今わからない、だからマイクを握りしめ離さない。どんなに仕込んでも絶対渡さない、俺から言わせたらにがり君君はうんこです。そんなこと言うつもりはないけど下に見ちまうぜ、お前のスキル俺には勝てがしないぜ。12年前あの歯大震災があった後、俺はこのイベント群馬ロック出た時に感動した。モテギさんのスピリット、だから俺はアップスピリット。要はあの大震災の時は俺が中学の教室キラスペントのやべえなって眺めてた。東京調査したらいいなって言うかもしれねえが、この空間を揺らしに聞いた。どっちかやばいか教えてやろうぜ、MC バトル、そして山火と MC バトルのチャンピオン決めましょう。いきましょう。先行 MC にがり、後攻ドタマ、山火と MC バトル、先行 MC バトル優勝はドタマ。にがりの海の握手を。初代チャンピオンということでドタマさん優勝おめでとうございます。じゃあにがりさんと言いたいところですけども、まあじゃあドタマさん優勝しましたので、はい、お話をお伺いしましょうかね。だけどフリースタイルにします。お話にします。話、じゃあフリースタイルを4小節やって、はい、短いから、はい、やりますです。ビートにします。アカペラにします。ビートで。じゃあビートなんかありますか。はい、了解です。何でもいいですよ。よいよと言いながらアカペラで始めるぜ。来たって言った12年前そう群馬ロックだった時に、俺は風神ステージでサイド MC だけどマイクを握らせてもらって、ラインやった。そうだぜ、今日真裏でやってるのはドラゴンラッシュだ。みんなドラゴンラッシュより楽しかったってやつは手を挙げてくれ。グレートフルデイズとかディープインパクトとかみんな育った世代だから、さっき言ったことはみんな忘れてください。そして皆さん俺に歓声を上げてください。もう十分だって分かってる。あれから12年経った、コロナ禍とかいろいろあった、東日本大震災の復興から這い上がって地方でいろんなフェスがある中で群馬ロックがあった。俺は栃木出身としてマジで羨ましかった。15年前桐生のブロックってなくなっちまったクラブでイベントもやってた。あの頃から15年経ってんだ。